ワイパーエースゾルは対象製薬株式会社が製造を販売していたエアゾール殺虫剤の商品名である。ワイパーエースゾルと対象殺虫ゾル従来のエアゾール式殺虫剤は溶剤の石油臭と噴射ガスである LP ガス特有の溶臭を隠蔽するために強力な香料を配合しているのが一般的であった。室内で殺虫剤を使用したときに 殺虫剤の周期が残ってしまうのは、当時のエアゾール殺虫剤の特徴であったが、食道や寝室などで使用した際に周期がこもったり、鼻や喉を刺激する欠点もあった。1962年4月、蒸気のような殺虫剤らしさを払拭し、日本で初めての無修正エアゾール殺虫剤として誕生したのが、この商品であった。製剤面においては、 まず溶剤のケロシンをさらに生成し、LP ガスは充填時に脱臭カラムを通すことによって、噴射時にはほぼ無臭化することに成功した。1976年11月、長年使用してきた同社の殺虫剤、ブランド、ワイパーをメーカーロイヤリティを生かすべく段階的に対象ブランドに移行することを発表。対象ブランド第1号商品として対象殺虫剤と。 名称変更された。その後、2000年に同社が補殺中在事業から撤退したことにより、殺中剤ブランドは期限付けで他社に優勝対応されることとなり、ワイパー殺中ゾルの名称でブランドが復活。製造を小池化学、販売を白元が行っていた。しかし、販売元の白元が2014年に民事再生法を申請し経営破綻した際、 事業上と会社として設立された白ゲノアースには継承されず、親会社のアース製薬のオリジナルであるアースジェットに集約され、ワイパーサッチューゾルは販売終了となった。フタルスリン、レズメトリンは、え、か、アブラムシ、のみ、南京ムシ、イエダニの駆除かの駆除には6畳間なら3から4秒間、ハえ、アブラムシ、のみ、南京ムシ、イエダニには、 直接数秒間噴射する。500ml、300ml、対象殺虫ゾルメチル D、シス、トランスマイナスクリサンテマート、フタルスリンハエ、カ、ゴキブリ、のみ、ナン京ンシ、イエダニの駆除かの駆除には6条間なら5秒間情報に向け噴射し、ハエゴキブリのみナン京ンシイエダニには、直接数秒間噴射する。 4 5 0トル、3 0 0トル、対象殺虫ゾル FDT80 レスメトリン DT80 フタルスリンハエ、カ、ゴキブリ、のみ、南京虫、イエダニの駆除室内のハエ、ガニは6条間なら、約10秒間情報に向け噴霧し、ゴキブリのみ南京虫イエダニには直接噴霧する。4 5 0トル、3 0 0トル、ありがとうございます。